はい、どうも皆さんこんにちは、ゆやよんでございます。はい、今回もねファイアーエムブレムヒーローズをね、やっていきたいと思います。お、新しいガチャだったのかな。今回やるのはねこちらのね、ロイドをね、大英雄戦のロイドをね今回クリアしていきたいと思います。ついでにね、翼がもらえますね。はい、クレインからね、クレインじゃねえ、クレインからね、500もらいました。そしてルキナさんからも500もらいました。やったぜ。で、こっちのルキナからも、500もらえる、500じゃない、5もらえると、10もらえると。お、いっぱい溜まったね。2万超えてるんで、また1人覚醒できるな。ということでね、今回、こちらロイド。まだね、挑戦はしてないです。あの、ルナティックの方はね、ハードはクリアできたんですけど、ルナティックまだ1回もやってないんでね、あと3日なんですけどね、そろそろね、クリアしておきたいと思います。ちょっと忘れちゃったな。誰で行ったんだっけな、ロイドは。どれだっけな。了解したよ。はい、ね、いろいろね、模索した結果ね、やっとついに作戦が決まりました。はい、作戦名はその名も、シーダおとり作戦です。はい、シーダおとり作戦。ということでね、ここはね、まずルフレがね、めちゃくちゃ強いんでね、ルフレでね、こっちの右の3人がね、めっちゃ抜群なんでね、了解したよ。そしてね、クレインでね、この飛行は倒せますしですね、で、ロイドはね、マークスで、倒せるんでね。そしてね、重要なのがシーダなわけですね。で、シーダをですね、まあまずはね、とりあえず上に上げといて、シーダね、右に川の方に置いておきましょう。で、こっちにシーダを置くわけですね。さあ、とりあえずね、じゃあマークスをね上に置いて弓の攻撃をね一回受けます。はい、そして耐える。で、ここでね、飛行のやつはとりあえず邪魔なんで、クレインで倒しちゃいましょう。でね、弓受けるともうやられちゃうんで、一旦ここは引きます。で、シーダーはね、ここに置いておきましょう。そうするとですね、シーダーをここに置いておくとですね、なんと馬二人がね、こっちに来るわけですね。シーダーにつられ、シーダーに二人ね、この馬二人がこっち来ちゃうわけですね。なんでロイドが分かれたんでね、とりあえずロイドをね、もう、やっちゃいましょう。で、シーダーはね、もちろん受けらんないので、一回逃げます。はい。で、相性はね、もうロイドを簡単に倒せるんでね。で、シーダーをもう一回こっちに置いといて、とりあえずロイドをね、クレインで倒しちゃいましょう。そうするとですね、またシーダがね、に釣られてね、こっちに来るわけですね。はい。行きますよ。で、まあシーダまた引いといて、で、またあっち行ってね、まあ、こっち行ったりあっち行ってずっとしてるわけですね。はい。でね、とりあえずルフレさんは危険範囲から逃れましょう。で、またあっちに行くわけですけども。そしたらね、今度はね、ルフレでね、そこに飛び抜けてる馬をやっちゃいましょう。はい、まあ倒せないんで、ここだと弓にやられてしまうので、クレインでね引き出しをしておきます。そしてね、シーダーをねまた逃げましょう。はい、でまたシーダーをねおとりにあっちへ持ってってね、繰り返しですね。なんて敵はバカなんだ。これでね、馬がやられちゃいましたね。で、また引いときましょう。そしてね、こっからはですね、またシーダーをね、こっから弓を倒すわけですけどもね、シーダーをこうやってね、また同じことやってもですね、はい、攻撃が届かないわけですね。なんで意味がないんですよ。まあ、こっからちょっと作戦を変えなきゃいけないわけですけども、まあでも残り2人なんで、余裕ですよね。
ではとりあえず弓を倒すためにね、防御力の高いルフレでね、そうだね、でマークスのねこのスキルで守備プラス4にもなるんでね、これで守備の高いルフレをここに置いときましょう。まあ余裕で耐えますね。はい、撃破と。で残りはねもう青魔導士のみなんでね、もう楽勝ですね。はい、でクレインもねもうこれで必殺がたまるんでね、奥義で撃破と。はい、ということでねこれでね私も初クリアでございます。やったぜ。ということでねロイドのね星4がゲットです。白狼ロイド、俺はロイド、黒い牙では白狼と言われていた、裁きを受けるべき悪人の名を俺に言えとね。はい、人狼じゃなくてね白狼と、白狼なんですかね、ロイドです。はい、ゲットです。はい、ということでですね今回でねもうこれでスペシャルマップ今来てるやつ全部クリアできたんでね、まあ面白かったです。はい、ということで今回はシーダをおとりにするというなんか面白い戦法でクリアできしてみました。ということでね今回これで終わりにしたいと思います。では皆さんさよなら。